鋭い嗅覚を使い、人命救助や犯罪捜査に貢献した警察犬を供養するため、慰霊祭が行われました。警視庁の一員として、事件が発生したならば、昼も夜も現場に臨場し、一生懸命職務を全うしてくれました。警視庁によりますと、東京板橋区の施設には、今年の春以降に埋葬されたヤーウェイ号とクロータ号の2頭を含め、合わせて229頭が埋葬されています。ヤーウェイ号はおととし、東京・昭島市で行方不明の60代の男性の足取りを追い、河川敷で倒れているところを発見し、命を救いました。クロータ号は空き巣事件で犯人の足跡を追いかけ、逮捕に貢献しました。警視庁は防犯カメラの整備が進んだ今でも、警察犬はなくてはならない存在だとしています。